1939年頃党内金吾は、将棋騎士、八段、坂田三吉門下、愛媛県松山市出身、大阪でデッチ暴行を経てメリアス業を経営。26歳の時に坂田三吉に入門。1920年四段、1923年五段と順調に商談するが、もともとは実業家だった。 39歳の時に騎士に本格的に転身。1932年6段。1951年に引退後、神戸市三宮で将棋道場を開いて、アマチュアへの将棋の普及に努めた。その一方、弟子を育てることにも優れており、門下からは、高島和樹よ、内藤国夫、若松正和、森安秀光、森安正幸、小坂昇。 淡路ジヒトシシ坂井純吉がプロ入りしている。将棋道場の場所から一門は神戸組とも呼ばれた。とりわけ、内藤国夫との関係は実の親子以上ではないかと言われる。将棋の対局で内藤が初めて上京するときは同行、成人するといろいろな遊びを教えた。内藤弟子に取る際、 将来を考えて、マスダ構造に預けることも考えていたというほどの弟子思いであった。また、内藤が四段になって2年目の1959年、各方面にお願いして、会員50人の内藤講演会が誕生し、年に2度の将棋会を催し、その後に宴会を開いた。また、神戸新聞社と掛け合って、塚田正夫球団との内藤との記念対局を実現させた。なお 内藤は、将棋道場の看板に横書きされた、党内の文字を逆向きに読み、おなじみ王子の人がやっている道場だと誤解。これが、党内の道場に通い始めるきっかけとなった。その後、内藤は、党内忍という弟子を持つ。引退後も騎士は商談するが、党内の場合はなかなか商談できず、1966年7段。死の間際の1968年にようやく8段に、 商談し、その8日後に死去。ありがとうございます。